キリンプラザ、大阪高松新は、日本の建築家、京都大学名誉教授、工学博士、一級建築士、株式会社、高松新建築設計事務所代表取締役、日本建築学会会員、アメリカ建築家協会名誉会員、ドイツ建築家協会名誉会員、王立英国建築家協会会員、島根県出身、1984年、 式、陣一にて、日本建築家協会新人賞を受賞し、建築家としてデビューを飾る。1989年、40歳にして、日本建築界最高の栄誉であるところの日本、建築学会賞を、キリンプラザ大阪にて受賞。その後、芸術戦勝文部大臣賞、国土庁長官賞、b c s 賞、公共建築賞など数々の賞を受賞する。 天津博物館、ドイツドユースブルグ市駅前再開発などの国際設計競技にて最優秀賞を獲得するなど海外でも活躍。また、独自の建築論を展開し、著述家としても有名。主な著書に、日の形、王国、夢の間に間に夢を見る、もう一つの家などがある。1997年、母校である京都大学大学院。 工学研究科建築学専攻教授に就任2013年に退官するまで16年間にわたって更新の指導に努めた。その他多くの受賞がある。彼の作風は1990年頃に大きく変わる。前期1980年代から1990年頃、時代はポストモダンと呼ばれるデザインが主流となるがバブル景気と重なり、 何でもありの風潮となり、ポストモダンはほとんど定義不可能となった。彼もそうしたポストモダンの建築家の一人と、世間的には認識された。完全な左右対称、皇室で、要素型の造形、機械的な形態、おもちゃがそのまま大きくなったようなスケール感の拡乱。こうした、携帯要素を非日常的に組み立てることによって、住宅や中小規模の商業建築を作り、 その特殊な形態は市民の字幕を集めた。後期、1990年頃以降、受注する建物の規模が大きくなるにつれ、彼の設計手法は大きく変わった。前期の手法はすべて葬り去られ、代わりに大きなガラスの箱、地には内部化された外部、特殊な差し割りなどがそれに変わる。この変化は、スケールの拡大に対する懸命で柔軟な、 対応であるという評価もあるが、前期に存在した、独特の魅力が失われてしまったという声もある。ウィーク国引メッセ上田正春写真美術館、国立劇場沖縄港堺交流館、のせみょさん星霊ナンバヒップス。ありがとうございます。